皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日はこんな格好をしているんですけれども、私あれじゃない、黒とかすごく珍しくないですか。今こんな感じの、はい、衣装を着ております。はい、ということで今年のハロウィンは私この衣装でやりたいなと思ってるんですけれども、100均で買ってきたボディペイントを使って今日はウィキッド風の魔女になりたいなと思います。はい、で、100均のこの帽子こうやって最後にかぶって、で、じゃん、このお面はね、どこで買ったっけな、なんかすごい珍しいところがあるんですけど、そこで買いました。でもダイソーとかそういうところで売ってないと思うんですけど、で、これをつけて、あとはこことかをボディペイントで塗っていきたいと思います。あと指もあるので、私ちょっとこんな感じでネイルしてしまってるので、100均で買ってきたこちらを緑にして、ちょっとボディペイントを加えていきたいと思います。それではちょっと一旦これ脱いでメイク貼りたいと思います。はい、ということでワイシャツだけ脱がせていただきました。まずね、100均で買ったフェイスペイントなんですけれども、こんな感じでいっぱい種類があるので、今回こんなにいっぱいあって、なんで私あれだ、シルバー2つ買ったのか分かんないんだけど、今回はこの緑に合わせていくので、このホワイトとグリーンを混ぜながらこの色味に近づけてって塗っていきたいと思います。で、手とかも同じように塗っていきたいと思います。で、ここね、今私メガネ取るね、見えないんだけれども、こうやってお面をするとどうしてもここ肌色見えてしまうので、ここが見えてしまう範囲だけ、だから眉毛まではフェイスペイントを塗って、で、あとはもうここですね、全部塗っていきたいと思います。ただここはアイシャツで隠れるので、ここら辺ぐらいまで塗っていきたいなと思います。と、目や口の周りに使用しないでくださいって書いてあったりするので、100均で使わない子とかはこういう違うフェイスペイント使ってください。はい、ではまず目の周りをこちらのブラシで塗っていきたいと思います。一体化してますね。大丈夫かな。この緑と白を作るだけ。はい、大体一緒の色になったので塗っていきます。これをやってる間に今宅急便が来てマジでびっくりした。これちょっとめくって、
まあ仕上げはこっちも塗っていくんですけれども、はい、ということで結構最後遊びすぎましたね。まあ100均でできるメイクなので、ぜひ皆さん遊んでみてください。ということで森有でした。バイバーイ。あー、すっきりした。あ、やば。